はい、こんにちは。じいちゃんはんかちゃんです。はい、むいです。来ちゃいましたね、なんか。はい、三重県の鈴鹿市。鈴鹿市でいいのかな。うん、鈴鹿市津だよ、ここ。津か。うん、津市のっていうその記事になってるから、多分津ですね、ここ。え、ここ津なの。さっき鈴鹿サーキットも言えたけど違うのか。あれ、鈴鹿サーキットって津じゃないや。鈴鹿市やん。わかんね。わかんねえ。まあいいか、先に説明しちゃうか。おう。三重県津市の火葬場跡地もその幽霊が出るみたいな心霊記事が、うん、あの心霊サイト見るとね、その心霊スポットの情報を見るとあるんですが、うん、この跡地ってその跡地なだけにも建物解体されてまして、うん、で、まあ、解体されたら Google 旅とかにもマップにも乗らなくなるじゃないですか、うん、場所がまあわからなくて。で、今回視聴者さんのコメントで、うん、おおよそ特定できたということで、うん、来てみた次第でございます、うん、まずはその火葬場跡地のその記事を読んでみましょう、うん、この火葬場は1965年頃に建設されたが、それから数年間運用されただけで廃止されてしまったのだという、うん、その後は長らく廃墟として放置され、興味本位で入ると死ぬなどいろいろな噂が広まり、心霊スポットとして有名だったらしい。しかし2002年から2003年の間に解体され、今は更地になっている。この廃火葬場、火葬場に行くと呪われて死ぬという噂の根拠は、実際にこの場所に肝試しに訪れて、その直後に事故や病気で亡くなった人がいるからだという。やべえな、俺明日予防接種なんやけど。今日ほんで俺リング忘れて待ってるし。まあ今日のやつに関してはむしろ続いてもらわないと多分出てこないレベルだと思うけど。出てこないわ、夜来るしかねえな。体験談これ語ります。おう。最初の事件は1988年の夏だった。最近やな。1988年、何年前。24年前。昔だ。まだ俺が若い時だ。若い男女5人のグループがこの火葬場に肝試しに来て、その数日後にグループ内の女性1人と男性が交通事故を起こした。女性の方は命に別状はなかったが、男性の方は事故で亡くなってしまったという。また1991年頃にも暴走族グループの若者3人がここに肝試しに来て、翌日そのうち1人が事故を起こして病院に運ばれるも間もなく死亡。数ヶ月後にも1人が病気で亡くなっている。3人のうち2人が亡くなったのだ。それ誰が調べたんやろな。ね、まさか死人が口コミするわけでもないし、誰が調べたんでしょうな。ね、建物が解体された現在も漂っている木そのものはあまり変わってないとも言われ、霊感があると近づくだけで左肩が重くなるという話もあると。まあそんなわけで暴走族が言ったんかな。俺たちあそこ行って事故ったんす、ほんで鶴が死んだんすって言って。あなたが暴走族の立場だとして言うかなそれ。言わんな。まあそんなわけだから、とりあえず自然公園の中うろついて何かヒットするものあればぐらいな感覚で散歩がてら行ってみましょうか、はい、すごい大雑把なプランです、ここに関しては。だって場所、元の場所ないんだもの。ん元の場所がないからどうしようもないんだもの。行ってきます。行こう。はい、ではこんばんは。やっと到着しました、到着しました。千里ヶ丘自然公園。さあ、ライトが目立つのでささっと敷地内に、はい、ちゃちゃっと入ってちゃちゃっと終わりたいと思います。昼も夜も変わりません。変わりません。じゃあできる限りそのなんていうの、敷地、多分あっちにあったであろう敷地の方に行ってみますか。では皆さん歩いていきましょう、ここは千里公園で、元
仮想場仮想場多分こっちだと思うんだよな。うん、多分そっちだと思う。あの有名な人がここで撮影してたんですよね。有名な YouTuber さんたちが使うんですか。使うんですが、うん、憧れの YouTuber さんたちがね、電気ちょっと向こう映しといて、向こう映しといて、こっち何もないんじゃないの。だってわあ、なんて無茶おっしゃる。おいでだって。おいで、だからおいでって言うと思ってたんですけど、違う、おいで、おいで呼ぶかもしれないよ。やっぱしこっちだな、この森だな。には何かを感じるんですか。感じるな、すげえ、なんかゾクゾクっと。あの誰やった、尊敬する YouTuber さんが言った通り、チキン肌スタンダップだもん今これも。さあ誰のことでしょうか。は何ここの向こうに行きたいんだよな俺。向こうから誰かは俺を呼んでるんだよな。どうやって行けばいいんだ。いや無理だろ。誰か草刈りの名人を連れてこい。俺ゾワゾワする。ゾワゾワする。うん、それは声が聞こえるとかそういうそれです。単純に気配がするだけ。気配はずっと感じてないけど、なんかこんなに、なんか警戒されないのも珍しくて怖くて、それが。ほう。近寄れないな。今ね、ゾワゾワする。そのゾワゾワをもうちょっと具体的に、何がどうゾワゾワなのか。心が寂しいって感じ今。すごいなんかね、寂しい、悲しい、寂しい。遺族の方々の気持ちか。わかんない、寂しい、悲しいよ。でも焼かれる人が寂しい悲しいって思うかって言ったら、いやこれ違う、焼かれた悲しみのあれじゃないよな。じゃあ遺族にしかならんけど。ああ、今高い声が聞こえたね。高い声、向こうから、向こうから聞こえた音？ここから違うな。猫ではねえな。でも本当になんかこっちから行ける道はないね。うん。全部林で覆われてるって感じ。寂しい悲しいこの人って、寂しい悲しい、なんだろうな。それはこの仮想場が短期間で終わってしまったことに関係あるのか。うん、仮想場じゃないと思うんだけどな。仮想場じゃないとはどういうことで。だねと思うけどな。
なんかね、これすぐ涙出てきた俺これ。見て。耳から涙が出てきた。なんかわかんないけど、すげえ悲しい。本当に、なんと濡れとるよ。これ。濡れてきてるの、目が。何よこの悲しい、虚しい、悲しい、悲しい、寂しいが聞こえるのよ。悲しい、寂しい。独り身で人生を終わらせる時のようなそういう悲しさってこと？孤独死的なそういう。だから。やべえ。やっぱり仮想上の方に行かないと、ね、なんていうのネタが分かんないな一番本当に涙出る、これ少しずつ涙が出る、これだろう、分かる、濡れてきとるの動画で伝わるかな、分からないのな、悲しい、今すげえ涙が出てくる、その感情の当てがつかないのも困るな涙ボロボロ出されても、そうなんか分からんけど、すげえ感情が伝わってくる、なんかの何やろう、涙が出る、もうちょっと向こう側歩いてみます、どこ、あの、あっち側、こっち側、はい、入り口から入って右側の方をちょっと探索してみます、仮想上とは反対側、どうです？こっちじゃないな。こっちじゃないな。やっぱりこっちは何もないんだな。あっちか。なんかあったんだな。本当にでもそんな悲しい感情残ってるってことは。いや、涙が出るのかな。何年ぶりや、こう心霊スポットで涙が出るなんて俺。涙が出るんだよな。ここら辺からすごい悲しいものが来るな。このこっちの辺りから。このこの変な植え込みがあって、この横。帰ろう俺、悲しい。皆さん、なんだろう。悲しい、寂しいのが僕の中に入ってきました。はい。久々に涙が出ました。でも涙が出るような純粋に悲しいっていう感情のそれなんですよね。なんだろうな、これ多分まあ心霊スポットとして来てもいい、心霊スポットじゃなくて公園ですから別にそれはどうでもいいんですけど、まあ霊感のない人たちはとか誰やったっけ、ここ教えてくれた視聴者さん、はい、もう嫌わずに通ってくれれば全然構わないと思います、ああ通る分には通る分には何でもないです、騒ぐなっていう感じじゃないですかね、でもこの悲しさは多分、良くない悲しみだと思いますもので、さ寂しさ悲しみが、たたられるかたたられないかって言ったらたたる方に近いんじゃないかな、ああ本当にネガティブな感情で、一応言うけど俺涙腺ピクリとも来てないから、涙腺弱ってきてるんかな俺は、あそこに何か光るもある、すげえ光るもないです、ないよ、深淵の闇だよ、森だよなあ、あそこに何か光るもある、ないです、ないよな、なんだなんだ光って光る、虫かな、あ虫じゃなさそう、あ虫じゃなさそう。あらまあ。4体がやっぱしここにずっとついてくるのもあるんだよな。